はい、酒好きな元新潟人です。今日はまた日本酒。はい。私たちも買ってきました。菊水。じゃが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 原材料が米と米麹、精米部合が、70% で、アルコール度数が15度。こちらがですね、缶、人肌感が非常に合うということで、らしいですね。と書いてあります。米の旨味が生かされた飲み応えのある純米酒です。濃厚で、これ濃厚って読むのか。これちょっと読めない。濃厚でコクのある風味を持つので、缶上がりが良く、ふくよかに広がる旨味をお楽しみいただけます。冷やしてと常温と、熱感が丸なんですが、人肌感が二重丸となってます。うん。これなんて読むんだろう。これちょっと読めねえ。濃厚ではないよね。純みたいな感じだね。これなんて読む？これ濃純って読む？あ、濃純って読むんだ。濃純って読む。濃純ってなかなか難しい。あんまり使わない言葉ですよね。濃純ってね。日本酒の味わいや口当たりが深くしっかりしている。しっかりしてコクがあること。あんまり濃厚と変わんないですね。まあいいや。それでは飲んでいきたいと思います。とりあえずストレートで、ね、飲んだ後に、人肌感でいただいてみましょう。乾杯。あ。あら。あらら。あら、なんだこれ。濃純とかなんとか書いてあったけど。え？これ濃純なの？全然、もうキリッとしていて、コクとかよりも切れ味とか、全然コクがない気がするんだけど、気のせいなの？でも辛口ですね。すっげえ辛口。で、キリッとしていて、全くもって、香りとかが引き締まってる感じですもんね。うん。これコクあるの？自分的には全くコクないように思えるけど。すごいあれだな。菊水。これ美味しいっすね。あ、でも。難しいな。菊水の純米酒。濃純なのに重くないうま口。缶上がりは菊水1ってなってますね。うん。冷やの切れ、缶のコク。あー、これうまいな。新潟県産米 100% 使用、うまさを残す、生詰め製法。これうまいなぁ。芳醇な風味は、おかんで、さらに味わい深く。菊水1、缶上がりする純米酒です。
缶にするとコクが強調され、ふくよかな旨味が広がり、冷やではキレのいい飲み口とそれぞれにお楽しみいただけます。毎日の食事を引き立たせるため、普段の晩酌にもぴったりです。あ、これうまい。ただ、香りがほとんどないのかな。これ香りがほとんどないからあれなのかな。って感じるのは俺だけなの。全く香りがほぼしない。うん。辛口の、その、なんだ、菊水の辛口とかいろいろ飲んだけど、全然これの方が香り全然ないですね。そのせいで風味がないことになっちゃう。で、コクもないみたいな感じになっちゃうのかな？なんかそんな気するな。うん、これはちょっと小難しい味ですね、これね。噛んでいただきましょう。噛んで、ね、人肌噛んで。うま口、うん、まあ、うま口なんだよ、ね。ただその、風味っていうか香りがね、とりあえず常温で飲む分にはほぼないですね。キリッとしていて、なんか、え？って感じ。これ面白いですね。菊水っていろいろ種類あるから面白いですね。例えば、まあ、うん、まあいいや。まあ結局さ、その酒造で一つしか作ってない酒造もあれば、いろいろ作ってる酒造もあるわけでしょ。で、菊水の場合、まあいろいろ作ってる酒造に入るんだろうけど、結構いろいろ作ってるおかげで、こういろいろこう飲み比べて、あーって、うん。いうのが面白いですよね、実に。うん、これはでも、ほとんど、この純米酒は全然辛口っすね。飲んだ感覚としては、ほとんど辛口。風味も、っていうか、香りがほとんどないんで、そのせいか、よほどさらに辛口を思えるね。俺の中でね。うん。なんか他の辛口のやつ、より風味がない。この風味のなさと、うん、ちょっとこれは、あ、Amazon でもこれ売ってますね。1.8リッター、この菊水の純米酒 1.8 リッターで送料込めて2500円ぐらいで売ってますね。ちょっと高いか。ただ、個人的にはあんまり、これストレートでの、ストレートの常温で飲む限りでいくと、なんだろうな。面白くない味だなって。なんか水飲んでるみたい。風味がないんですよ。うん。逆に言うと水みたいな、日本酒。香りがほとんどない。
で、口当たりは、もうかなり水っぽいというか、トゲもないし、まろやかなんで。スーッと入ってくるんですよね。これはあんまりストレートに飲む限りだと、個人的には、すまんねえ日本酒としか言え。すまんねえ日本酒。すまんねえ日本酒だなって、思いますね。じゃあ、人肌感。ちょっと熱い。熱つつつ。ちょっとあれか。いただきます。ああ、これちょうどいいですね。甘みもちょうどいいし。寒上がりっていうのがよくわかんないけど、寒上がりは菊水1って書いてあるけど。寒上がりっていうのは何なの？なんだろうな。軽やかな甘みと、うまみ？寒上がりってなんだろう。寒上がりってどういう意味？寒上がり。ああ、日本酒を缶につけたことで、味が引き出された状態のこと。ああ、なるほど、ね。あんまり俺にはちょっとよくわかんない。もともと、結構香りなかったんだけど、軽やかな、風味ですね。なんかちょうどいい感じ。ただ、缶上がりは菊水1って書いてあるけど。あ、そう。いや、俺は別に、もうなんか、想像してたのと、同じぐらいの。ちょっとだけその、風味が、今までこれぐらいだったのが、ストレートで飲んだら、常温で飲んだらこんぐらいだったのが、こんぐらいになったって感じ。口当たりもまろやかなの、そのままだし。で、風味も、甘みもちょっと増えた感じで。で、ちょうどいいかな。これぐらいの感がちょうどいいですね。これぐらいのその味っていうか風味がこう一番ちょうどいい具合。でも、菊水のあれとしては、一応一番菊水で缶上がりする純米酒ですって書いてあるんで。まあ、まあ、そういうあれなんだろうね。まあ、売り方というか、あれなんだろうね。ただ俺は、って感じするね。個人的に、以前飲んだあのね、菊水の辛口とか、その他、もろもろ辛口の日本、菊水のやつ飲んできたけど、感覚としては、辛いっていう、辛さ。だと確かにこの純米酒は全くないんですけど、ただ、水のようなその口当たりと味、風味で考えるとかなり水っぽいですね。なんか水のように飲める。飽きない。飽きずに飲めるみたいな。感じだよね。
それが、なかなか、あれだよね。結構、菊水の辛口とか、辛口系のやつ飲んだけど、辛いのと同時に風味が結構豊かなんですよね。うん。飲んだ時に、キレが、これがすっごい切れるんですよ。これはすっごい切れるんだけど、これはものすごい切れ味がいいですね。日本酒、菊水1で、1じゃない。菊水1、切れ味がいい。菊水一、この、切れ味が、すごい。ほとんど、ピシッと、その、芋焼酎で言うなら、黒霧島みたいな、キリッとした、その、シュビッっていう、その、鋭さみたいな、がある。風味で。シャッと言って、シャッと消えるみたいな。一瞬だけその旨味がピャッと出る、みたいな。で、後残りが一切しない。なるほど。これは美味しい。美味しい。せやね、辛口のやつとかを、缶にしたりすると、やっぱどうしても結構トゲがあるんですよ。こうビシビシ口の中に弾けてくるっていうか、ダメージが来るんですよ。これはほぼ全くないですね。こうスルッと入ってきて、スッとこう、一瞬この味がビャッと出て、で、その後ブオーってもうなくなるって。その、一瞬だけあるみたいな。これはあれだぞ。魚とか、物理的な魚、刺身とかさ、に合うぞ、これ。刺身。缶にしてもほとんど、水のようなこの風味、口上がり、まろやかさ。このまろやかさを、なかなかないですよね。この口当たりはすごいですよね、確かに。この口当たり、これはなかなか面白い。この口当たりとこのね、これ面白いですね。なんだろうな、この、まさに水を飲んでるかのごとくの、口当たりの、まろやかさと、そしてこの切れ味と、なんか、
日本酒を飲んでいるのか、水を飲んでいるのか。怪しいですね。うん。これ怪しいですね、これ。アルコール度数15度のくせに、なんじゃこりゃって感じしますよね。なんやな、これな。なんなのか、これは。これはあれが難しいね。ちょっと他の日本酒もちょっといろいろ飲んでみますか。聞比べる。前回紹介したキクラゲ、これをちょっとストレートで、うん、やっぱね、こっちの方が明らかに辛いんですよ。何が辛いって、物理的にあのアルコールのピリピリ感っていうのかな、あれがね、結構ダイレクトに来るんです。うん。口に。だから、まろやかっていうのと、真逆の方面に行ってる。うん。ただ、今飲んでるこの、純米酒は、もう完全にまろやかの、やつなんですよね。まろやか。まろやか。もうまろやか。って感じ。これは、うん。うん。で、あと、なんだろう、酸味が強いのかな。あの、キクラベルとかはね。これはね、酸味がね、全然ないのかな。あの、酸っぱいとかじゃなくて、その、どうしても日本酒って酸味があると思うんだけど、まあ、酒って大体酸味あったりするんだけど、その酸味が結構まろやかなんで、あんまりないのかな。うん、辛口の日本酒とかに比べると、酸味がないから、だからこそ尖ってなくて、口当たりがまろやかなのかね。これだとやっぱ尖ってるように、こうチクチクと口の中でこう暴れる感じはあるよね。うん。うん。で、酸味があるからこそ、こうキリってなるんだけど、こう物理的にその酸味によってその口の粘膜がこう引き締まるんだよね。うん、物理的に引き締まるんですよ、これ。表現とかじゃなく、物理的にもう引き締まっちゃって、ね。うん。ああ、確かに結構引き締まる。自分で言ってても納得するもんね。でもこっちはね、全然引き締まんないのよ。もう。うん。あのね。多分酸味が、やっぱ明らかに少ねえんだろうな。
うん。ほとんど水みたいな感じです。酸がないから、全然引き締まることもなく、口の粘膜が引き締まることもなく。うん。こう、スルッと飲めるっていう。うん。これは、実に、面白い。ということで、新年、迎えてから、初めてかな。最近はちょっとあんまりお酒買ってないんで、お酒自体を、最近はね、あんまりね、買わないようにしたんですよ。2018年ということでね。ザ・ハッピーニューイヤー。ということで、1月の10日。コク。コクはほとんどないでしょうね。甘みもほとんどありません。香りもほとんどないでしょう。これは買いかって言われると難しいっすね。確かに面白みはないんだけど、まあでも、勘にするとすごい、勘にするとその、暖かさと相まって、この、ふくよかな口当たりのこう、ぽわーっとする、その、まろやかな何か、この、液体がこう、ぶわーっと口の中に、入ってくるこの感じは。で、それでいて、口に一切のダメージを与えずに、キレもよく、水のようなその、感覚。これはなかなか味わえないでしょ。2224です。ご視聴ありがとうございました。2018年、ね、ウィッシュ。ウィッシュウィッシュウィッシュ。今年もよろしく。ウィッシュウィッシュウィッシュ。